中学生大会の決勝戦で東邦学園と何度も戦うことになる動画が始まるよ。何度も、まあこっちは森崎が守っているんだから一発で勝てるわけがなかろう。ちょっと一番森崎のこと信用していないじゃない。バカを言うな。森崎を愛するがゆえに森崎の実力を誰よりも理解した上で言っているんだぜ。東邦学園はこれまでの中学と比べ物にならないレベチな中学校だからな。というわけで早速どうぞ。さあいよ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 決勝戦ね。決勝の相手は東邦学園ね。東邦学園ははっきり言ってお前らなんで優勝できないんだ？ってくらいタレント勢揃いでサッカー留学も厭わない私立中学なんだぜ。ここまでなんか中学中学大会2連覇している上に去年は東邦を完封しているらしく、客スバファンの間では森崎以外の3年生キーパーが正ゴールキーパーだったんだろうと言われているんだぜ。しかし、その卒業した先輩キーパーはその後出てこないって闇なんだぜ。とはわー言うとる間に試合が始まっておりますな。早速囲まれているわね。岩見では荷が重かろう。全然隙がつけていないんだぜ。早速東邦ボールよ。はい来ました神曲。東邦学園はオリジナル曲なのね。おっと伊沢くんが珍しくパスカットして神曲を聴かさない構え。これはちょっと伊沢にイラッとくるわね。伊沢から次と終結ラインで東邦ゴールを襲うんだぜ。ちょっと強引なパスだったわね。しかし、ここにもう一人の終結タックンが合わせてきてたぜ。とっても貴重なタックンのボレーシュート。しかし若島津くんがパンチングでゴールを阻止ってかなんだこのアングルは。さすが若島津くん、かっこいい専用グラ持ちね。森崎なんて顔のグラだけ変えている他の連中と使い回しのグラだぞ。イカレ森崎、今こそ真の正ゴールキーパーとしての力を目覚めさせろ。森崎くんの思いが通じたか若島津がまだ倒れている。翼くん渾身のオーバーヘッドキック。出たわね三角飛び。おおまさかの先制ゴール。これはもしかしていけちゃうんじゃない。なんか中退先の良いスタートなんだぜ。さあ来ましたヒューガくん。そして神曲です。キャプテン翼は神曲を応援だぜ。3までは本当に2がピークで3以降減速したゲームなんだぜ。さてさてこの子が東邦のタレントの一人たけしだ。まん丸のメデイカにも弟分って感じのキャラなんだが、サッカーの実力はえげつない。髪型もえげつないわよ。さあヒューガにボールを戻してなんかつゴールを狙ってくるぞ。いきなりタイガーショットかよ。お前下がったかよ。もう心はパンチングと決まっているんだぜ。でもここは心穏やかに神曲を聴くことにするんだぜ。そうね、せっかくだから聴きましょう。やっぱり止められない。あ、同点になったわね。ここからはいつものスタイルに戻るぜ。またしてもヒューガくんが来たわね。残り時間5分切ってる。このまま前半同点で乗り切れれば可能性あるわね。タイガーは無理なんだぜ。見ろこのパンチングの数値を、驚異の23だぜ。森崎の拳にかすりもしない。逆転されたわね。あーん、ここで前半終了ね。でも1点差とか僅差のいい勝負よね。東邦は恐ろしさの片鱗をまだ見せてないんだぜ。そうなの？最後のタレント反町がまだ鳴りを潜めているんだぜ。ポイズンね。それはたかしだ。言いたいことも言えない世の中ね。それはたかしだ。沢だね。たけしだ。おい急に10回クイズみたいのやめろ。はいはい、後半戦始まったわよ。モブキャラが必殺パンチングなんだぜ。いくら東邦といえどもモブにゴールを割らせる森崎さんじゃないんだぜ。波状攻撃ね。何度も言わせるな、モブのシュートはセイントには通用しないんだぜ。何座なのよ、拳座。こぼれ玉取られたわよ。軟活の良くないところ出てるわね。モブが何度無糖が森崎さんのゴールを割れるわ。ちょいちょいちょい森崎はよ、だって子供の頃に親にすぐ抱き起こされてた子だな。あー森崎くん2点差ね。さあ来たんだぜ東邦最後のタレント反町くんだ。
たけしと違い積極的にゴールを狙ってくるスタイルでボールを持たれると厄介この上ない。早速打ってきたわね。パンチングで。ビーチボーイズー。なんなのよそれ。トレンディドラマなんだぜ。負けたわね。負けたんだぜ。でも花は中みたいな惨劇にはならなかったんだぜ。おい部外者は黙っていろ。さて夢システムが発動で富良野中との戦いになるんだぜ。早速松山くんがイーグルショット放っています。一度勝った中学の必殺シュートなんざ森崎さんには通用しねえぜ。一番いいいつものイーグルショット止められる気がしないわねー。あんなチオハウロングシュートずるいんだぜ。フラノモグが調子に乗ってきたんだぜ。この鉄壁のグーパンは破れる者などいないのだぜ。もう25失点してるわよ。ルーズボール処理弱いわねー。なんかつ無駄に森崎くんの負担が増えているわね。それでも文句一つ言わずにゴールを守る森崎に涙を禁じえないんだぜ。また取られているわよ。ゴールを宮下翼くんが登場だぜ。ようやく着点らしいことをしたんだぜ。前半終わって同点ね。一度勝った中学なのにしぶといんだぜ。さっと後半戦行くぜ。しつこいぜモブキャラー。なんかつディフェンダー陣マークが甘すぎんだぜ。考えようによっちゃこんだけシュート打たれているのに25失点で済んでいる森崎は超有能な気がしてきたんだぜ。でも森崎を有能と認めると企画が終わってしまうので、やっぱりスーパー頑張りボールキーパーなんだぜ。ひどい。それにしてもずっと松山のターンじゃないの。めちゃくちゃ猛攻を防いでいるんだぜ。アトランタ五輪の時の川口義勝並みにすごいぜ。残念だが一度勝った中学に負けることは絶対にないんだぜ。ただの経験値稼ぎなんだぜ。勝ったわね。さあ東方首をきれいにしたかね。森崎くん調整バッチリでレベル上がって東方戦となったわ。さあリベンジマッチなんだぜ。いきなり反町とか大ピンチなんだぜ。まだハーフラインよ。このゲーム攻撃的な選手はどっからでも打ってくるシュート中だから、反町はシュートの可能性が高いんだぜ。ほら来た。石崎ナイスだ。パンチングで止めた。正直止めると思わんかった。東方タレントの一人反町のシュートを止めたのは森崎の大きな成長が伺えるぜ。しかし、ここで無慈悲なタイガーショット。球が鬼畜すぎるわね。しかも森崎くん倒れているじゃない。確定演出しちゃったんだぜ。そりゃそうですよねー。反町がハーフから強引にシュート打って森崎の体勢崩しておいてからタイガーショットとか東方やるわね。そんな緻密なことしなくても普通にタイガーで決められるって話なんだわ。さあ試合は翼くんのドライブシュートで同点に追いついたんだぜ。1対1のまま後半戦を迎えるぜ。後半戦の始まりだぜ。なんかつパスミスからピンチを迎えているぜ。パスのこぼれ球に反応したのはヒューガなんだぜ。ヒューガくんのダイビングヘッドなり、止めたー。タイガーショットじゃないとはいえヒューガのシュートを止めるなんて、森崎は日本を代表するゴールキーパーになったわ。うわー今度はタイガーショットできたー。パンチングで。ヒューガーお前は俺の唐突なゲリドね。森崎くん全然無関係でしょ。いやヒューガがブライトだから薄く繋がってはいる。なんなのよそれ。って拳だなんてないじゃない。今更のツッコミに驚いたんだぜ。ちょっと待て、それよりまたヒューガがタイガーショットを打ってきたんだぜ。貴様ドラゴンのくせにタイガーとかわけがわからん。急にドラゴン自由の話をしだすのはやめてー。タイガーショットでゴール量産されているんだぜ。ヒューガくんの体力は無尽蔵か。森崎くんのライフはもうゼロよー。パンチングで。一体何点取れば気が済むのー。容赦ないわね、ヒューガくん。もう森崎くんの心はズタボロになっておりますが、東方攻撃の手を緩めません。またしてもマーター敷いてもタイガーショット。パンチングで。で出たー、日々ゴールポストー。タイガーショットを初めて止めたんだぜー。
と、止めた？ゴールポストは森崎くんの念力でボールを動かした結果なんだぜ、マインドシーカーなんだぜ。というわけで石崎くんが囲まれてますが、これは完全にトップスで2時間切れ。ハイハイなんか府中敗退しました。が、タイガーショットを初めて防ぐなど希望の光が見える試合でした。そして再びフラノ中との戦いに勝利し、トーナメント決勝に戻ってきた南葛中。再びレベルアップを果たした森崎が、三度東邦学園と相まみえる。いよいよ次回は中学校大会編最終回、東邦戦をノーカットでお送りします。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうない。